ジョン・ミルターン、トーマス・ミーアン、ガートルード・アスター。ヤクザ社は1923年に制作されたアメリカ合衆国の映画でアルフレッド・イ、e ・グリーンが監督したサイレントのコメディ映画。トーマス・ミーアン、ライラリー、ガートルード・アスター、ジョン・ミルターン、ガス・ウェインバーグ、シドニー・スミスらが出演した。レックス・ビーチとルーズ・スティーブンスによる脚本は レックス・ビーチが1911年に書いた同名の小説に基づいている。この作品は1923年4月29日にパラマウント映画から公開された。現在では失われた映画と考えられている。なお、同じストーリーに基づく前作ザニア・ドゥウェルは1916年に公開されている。カー,ーク・アントニーは彼の浪費に辟易した父に騙されて、 パナマへ送られ、そこでエディス・コートラント夫人の関心を引き、パナマの将軍の娘であるチキタと恋に落ちる。彼はエディスの夫スティーブン・コートランドを通して鉄道の仕事を得黒人兵士アレン・アランに出会って立心を決意する。スティーブン・コートランドが急死し、カークに疑いがかかるが、エディスは自殺を示唆する書き付けを公表し、カークの嫌疑を晴らす。 鉄道の仕事で成功したカークは、チキタを連れてが衆国に戻り、ついに父に認められる。ありがとうございます。